はい、やってきましたね。エブリーワゴン、マイナーチェンジ。やってきましたね。これはね、ワゴン界にね、軽バン、軽ワゴン界にね、これ、すごいですよ。影響が。というわけで、そのね、エブリーワゴン、エブリーね、エブリーとエブリーワゴンのマイナーチェンジ、見ていきたいと思います。まあ、いずれね、またフルモデルすると思うんですけど、まあ、こういった車は、フルモデルまで結構長いんですよね。あと2年ぐらいしたしするんじゃないかなという話もあります。した時はマジで、まあ、トップ王者、もう王者の、フルモデルということで、もうこれはやばいですよね。今ある技術全部詰め込んで、まあ軽バン、まあ車中泊結構釣る人多いんで、アウトドアに使う人に向けたやつが出てくるはずなんですよね。まあそういうのもありつつ、マイナーチェンジ見ていきましょうか。でもホームページのね、メインに出てますけども、 CVT、 ついにね CVT を、4速 AT、 5速 AT やったんですかね。ミッションはどうだろうか、まあ見ていきましょうか。まあもう早速ね、やっぱりメインであるクマイナーチェンジのメインである CVT で、エブリーワゴンはやはりですね、燃費、これが非常に悪かった。これはね、もうエブリーいいよっていう話が当然出てくるんですけど、燃費がねっていう人は多かったですよ。私の周りでもね、3名ほどの家族で乗ってる人がいて、やっぱり燃費が悪いっておっしゃってましたね。まあ田舎なんで、メインで大きい車1台あって、奥さん軽とかそういうのが多いんですけど、そうするとやっぱり維持費安くないと意味ない。まあ遠く行かないからあまり思わないのかもしれないですけど、燃費悪いですよね。13とか、まあ乗り方悪かったら10とかなるんですかね。こちらも今 CVT 採用で 15.1 ってなってますけど、特に CVT の場合は、まあ、燃費がね、これ以上行くことが、まあ多いんで、乗り方によって。まあ、乗り方悪いと、もう加速しまくってると、当然どの車もそうですけど、燃費悪くなりますよね。これ以上行く人も当然いらっしゃると思います。なので燃費はね、やっぱ良くなったということですね。まあスムーズですよね。変速の時にこう、グンっていう、まあ最近の AT 少ないみたいですけど、まあショックもほぼないですからね。スイーッとこう、スイーッと上がってきますからね。というわけでね、カーソルを大きくしましたけれど、これが言うてもメインなんだよね、やっぱりね。で、まあ他の変更点おいおい見ていきましょう。順次ね、まあやはりですね、アウトドア非常に使いやすい軽でね、でまあ基本2名乗車軽なんでね、やはり4名乗せてとか、そう、まあ子供さんなら別ですけど、大人4名とかっていうのに使うと、まあそれやったらもう乗用車でいいんじゃないのということになってくるんで、まあ、このように乗りますよと。まあ広いですよね。荷室に関して言えばもう完全に N 番よりも長いので、もう当然エンジンがシート下にあって前が狭いので、N 番よりも荷室は広いです。で、これ、ユーティリティナットのこの多さよね。まあ、N 番と遜色ないぐらいですよね。この辺ついてるのありがたいですね。はい。で、N 番の場合はここについてるんです。ここに。ここに。まあ、これ、それが結構私の場合は役に立ってますけど、テーブル作ったりとか、ロッドホルダー、まあ、釣り行く人はね、作ったりするには、この辺あると、やはりありがたいですよね。ぜひ私の動画を参考にしていただいて、はい。作ってもらってもいいかなと思います。で、インテリアにですね、はい。シートね、さすがエブリーのこう乗用車版というか、ちょっとゴージャス版なんで、シートはやっぱりいいですよね、こちらの方が。で、また N 版、まあ、N 版とも比べていきましょうよ。N 版と比べるともう全く違います。こちらの方が、数段というか、ちゃんとしたシートで。N 版のはただのベンチです。はい。あれはもう役に立ちません、はっきり言って。ケツが痛くなるだけ。で、荷室ですね、室内長。もうここで2000あるわけ、ここでね。そしたらもうここ畳んじゃったらもういくつですかって話になってくる。室内高、これ1420あります。これハイルーフ車ですね。これも選べます。ハイルーフとハイルーフじゃないやつは10センチぐらい確か違うはずですね。ハイルーフ一択かな。あれですよ。趣味で使う方ね。趣味で使う前提ですから。はい。趣味で使わなくて、乗用で使うんですよっていう方は、スペーシア買った方が絶対にいいです。乗り心地も、走りも絶対にいいです。スペーシアすごくいい。押しときます。まあカスタムの方ね。カスタム。で、シートもこれちゃんとスライドするんです。N 版はしませんよ。はい。まあだから、人乗せることも考えたら、こっちの方がいいかもしれない。まあ、常に人乗せるんであれば、乗用車の方がいいと思いますけど、 K はやっぱり K なんでね。で、ベンチシートですね。ベンチシートね、僕好きなんですよね。こうフラットで、はい。で、ウォークスルー、まあオートマって、今時のオートマってここにシフトがあるんで、まあ、基本ウォークスルーなってると思います。はい。視界は当然いいです。やはりですね、この長年継承されてる車、代々ずっとエブリーなわけですよ。やっぱりそうするとどんどんこういうところは良くなりますよね。磨かれていく。それはやはり長いこと作ってる車、アルトとかもそうですけど、やはりですね、こういう
メインであるところはいいですよ。見やすい。ステアリングは当然チルトします。シートも前後します。ただ上下しないで。で、前後しないです。こう前にね。手前には出てこないです。それマジでつけてほしいんですよ。まあ、ホンダの一部、K にはついてますけど、なかなかテレスコピックかな。あの機能ついてる K はなかなかないですね。エンジンオイル交換時期を お知らせということですね。これは何キロでお知らせなんでしょうか。ちょっとその辺わからないですけど。まあ、いろいろね、賛否両論ありますからね、オイル交換の時期は。3000なのか、まあちょうどいい時にこう買えるよりも6000ぐらいがいいんじゃないな、いいんじゃないかとか、まあいろいろありますね。まあターボ車に関しては早めの方がいいですね。こちらですね。あと、昇降グリップついてます。運転席にこれついてるの嬉しいですね。N 版ないです。はい。まあなくても乗れますけど、ステップね、これも嬉しいですね。まあ車高が高いということで、ここにやっぱエンジンが入ってるんで、ここら辺が高くなるのかな、どうしても。なのでこういう風にくぼみがつけてあります。で、シートアレンジ。これも最強ね。まあ、ただしね、なんかこう見た通り、助手席がテーブルになります。で、この分やっぱり分厚いわけですよ。まあ、しかしながら、この後ろだけでエブリの場合は寝れます。ここまでやると、やっぱこの高さが入ってくるんで、まあ、N 版みたいに、私の N 版みたいに、ここと合わせて、こう下に、ベッドキットを高めで行って、下に荷台にするとかっていうのもありですけど、まあ、基本はね、平の方が使いやすいですね。はい、こういう感じね。まあ、荷物は乗りますよ、やはり。うん、まあ、私の N 版に関してはもうずっとベッドモードなので、全然荷物乗らないですけど、はい。フルフラット。これをフルフラットといつも書いてあるけど、どうなんかなと思うんですよね。こんなことして使わないですよね。意味がわからない。使うんかな？俺は使わない。めんどくさいじゃないですか、これ。昔、フィット乗ってて、車中泊した時はこうやって寝ないと寝れなかったんで寝てましたけど、もう段差がきつい。なんせきつい。助手席前倒し機構ね。助手席は前に倒れます。で、小物入れ等ですね。まあ、ドリンクホルダーはいい位置にありですね。で、ここにまあありがたいですね。こういうくぼみありがたい。これスマホを入れれるようにこう忘れそうですね。で、ここにもアンダーボックスついてます。まあ、ショッピングフックついて、これね、私は全然使わないんですよね。ついてても。忘れるんですよ。どこについてるか。なので、ポンって助手席置いて乗ってますけども、まあ、2人乗ってたらこういうこともあるかな。ここにも、くぼみがある。で、助手席運転席側のドアにも、こう、ペットボトル入れる場所があります。ありがたいですね。で、こちら、シートテープ。助手席が前倒しでシートテーブルができると、まあ、この辺はもうね、スズキのいいとこですね。で、こちらにもこうポケットがあります。このでここ見えてますけど、これシガーソケットですね。これいいですね。これティッシュ最初からここに入るの、これいいですね。もうアウトドアに向けてという感じですけど、で、確かで、このルームランプ、これは LED になってます。もうちょっと欲しいですけどね。この後ろに、こんだけ広いんですから、後ろに1個欲しかったなという感じはします。まあ自分でつけてもいいですけどね。で、車外アクセサリー、これが怖いんですよね。俺は落ちたら怪我する、まあ、しないんでしょうけど、やっぱりね、私のようにですね、ホーマンボディだとですね、上には乗れないわけだから、まあ、ここまでしてするかっていう気はしますけど、うん、まあ、この状態で上使って下に荷物入れてる人はいらっしゃいますね。これ純正でのこうリラックスクッション、あ、すごいね。で、まあ、これ段差埋まってないんで、まあ、この辺ちょっと工夫しないといけないですよね。で、エブリーのいいところは、エブリーとかエブリーワゴンのいいところは、乗ってる人が多くて、車中泊仕様とか釣り仕様の人めっちゃいます。なので参考にしやすいんですよ。例がたくさんあるので、そういう意味でも非常にやはりやりやすいですよね。はい、こちらね、ロッドホルダー、という感じですけどね。これはでもね、いいですよね。ここに荷物乗せれて非常にいいですよね。私はこの上の隙間が嫌なんで、上にグイって上げたくて自作してます。これをこれぐらいね、こうグイってこういうロッドホルダーにしたくて、こうすると車中泊するとね、天井がね、やはりパイプが邪魔になるんですよね、うん、なんでそういう風にしてます。はい、男前キャンプ特集ですね。これはどういうこと？あー、意味がわからん。これいらん。はい、というわけで、エブリーワゴンでフィッシング、なんだろう。まあまあ、こんな格好で釣りしてる人あまり見ないんですけど、よくあるパターンですね。何でしょうか。ここはいいかな。まあこれね、いくらするのか知らないですけども、まあこういうのもありかなと思います。はい、で、まあ快適装備、まあこういう7インチの、ナビがつけれますよと。 USB の差し口もついてます。タイプ C、 こちらタイプ C ですね。まあこういうの増えてくるっていうのはやっぱり今の車ですよね。で、シートヒーター、運転席のシートヒーター、リアヒーター、これありがたいですね。まあ人乗せるならですけど。で、電動ドアミラー、まあ、4WD 車にはヒートテッドミラー、ドアミラーっていうのがつきます。アクセサリーソケット、まあ、シガーソケットですね。昔で言うね、もう今はもうシガー自体がないんで、もう何の機能かもみんな分かってないですね。シガーソケットって言われてもね。で、フルオートエアコンですね。これね、1
個だけ、エブリィで一個だけ思うのは、ここも黒というか、もっと茶色でいいんじゃないって思う。このね、なんかすっごく安っぽいプラスチッキーな感じがね、すごくちょっと辛い。もうちょっとあるでしょって思うんですよね。他の車みたいにね。なぜここいつもシルバーなのかなと。これはちょっといただけないなという気はします。なんかすごくデザイン損ねてる感じがしますね。ここ残念。で、ワンタッチスライドドアですね。PZターボスペシャルとか、PZターボについてます。後席の左側です。はい。で、後席両側にはスライドクローザーがついてます。これいいですよね。だいらないんですよ。この、正直ね。この自動で開くとか、僕にとってはいらないですよね。これだけ欲しい。ハンドワーが結構あるんで、まあまああるんで。で、オートステップ。これはどうですか？便利なんですかね？こういう車に乗ったことがないので、たまについてる車ありますよね。これ便利かな？よくわからない。で、スマートキーってますよ、ということですね。で、安全装備ですね。安全装備はこちら。デュアルブレーキサポート、衝突回避ですね、こちらはね。後退時のブレーキサポートついてます。誤発進抑制も、まあ今時のやつですね。で、ハイビームアシストもついてます。なので、まあ他の車と、まあ遜色ない感じになってますね。やはり今時の車は全部これついてますので、つけていかないということですね。まあ使う使わないは別として、まあやはりね、自動車業界としてつけていかないということですね。あと、まあこちら、まあもともとですけどね、4WD のロックとオートが使えます。まあパートタイムなんで、その辺非常にいいですよね。で、これがついたのかな、新しく。こう片側アシスト、ぬかるみ、抜けるアシストがついてますよということですね。これも確かマイナーでついたんじゃないかなと思います。次はちょろっとエブリィ見ますけれども、これ、ヘッドライトは LED になってます。確か。まあ、やはりですね、すごく、やっぱりいい車なんですよ。はい。車中泊前提で言わせていただくと、うん、もうやっぱり王者ですよ。うん。僕はあんまりエンジンがお尻の下にあるのが昔から好きじゃなくて、で、エブリィは最初からも外してたんですよ。あと燃費が良くないので。これ CVT やったら僕もちょっと傾いてたんですよね。で、まあ、気にしないよっていう人は全然いいと思います。もう本当使いやすい車だと思うので。で、部品自体の供給もずっと続くし、で、強いですよね、やはり。うん。なので、まあ、何年後かに、2年とか3年後にフルモデルするであろうと思いますけれども、まあ、そこまで待てないじゃないですか。なので、やっぱ現行買うのもじゃないかなと思います。いや、フルモデルするまで待つんだっていう方はね、ぜひ、それでも、このグレードね、グレード見ときましょう、最後。200万近いっす。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ。はい。なので、ちょっとね、比べましょうか。多分 4WD 選ぶ人が多いんじゃないかな。パートタイムなんで。で、当然ハイルーフですね。これいらない。2WD はいらないですね。スペシャルとターボ。こういう感じで。まあ、変わらないです。ぶっちゃけ。うん。変わらないんです。この辺がもう変わらないんで、まあ、ドアミラーが、四駆ではない、ドアミラーのヒーターがないとか、そういう感じですね。まあ、これやめときましょう。変わらないです。で、普通のエブリですね。普通のというか、まあ、商業用エブリですよね。で、燃費はこちらの方がいいです。これはあれかな？軽いからかな？で、当然こちらはもう、オートマ乗る方よりもミッションの方も結構いらっしゃると思うんで、ミッションはもともとね、燃費が結構いいんで、うん、まあ、それこそ乗り方によると思いますけれども、それでも CVT になっても 16.4 とエブリーワゴンよりも一応いいとされてますね。まあ、長尺でも積めるということですね。はい。ということで、価格はちょっとまだエブリーワゴンよりも安いです。150万とか。まあ、200万いかないですよね。エブリーワゴンの場合は結構200万いっちゃいます。はい、こちらですね。これエブリーワゴンにもついてますけどね。こちらは乗り降り楽々ということでね。で、これも一緒です。ここも一緒です。ここはちょっと違いますよね。メーター周りちょっと違うかな。で、こうエアコンがオートではないです。ただね、これこっちの方がね、色合い的にいいんですよね。はい。まあ、これ今さにこの灰皿があるっていうのはどうなんだ。もう今カードケースって書いてますが、これ明らかに灰皿ですよね。さすが働く車。まあ、自分の車でね、タバコ吸うのは全然いいと思いますけどね。くっさいですけど、全然いいと思いますよ。余談ですけど、コンビニがあるからって降りて吸ってる人いますけど、そこ灰皿ないよねっていうところで吸ってるんですよね。灰皿がある体で。別にコンビニはタバコ吸うとこじゃない。うん、僕はもともとすんごいヘビースモーカーで喫煙者ですけど、さしてだからタバコ吸うことは悪いとは思わないですけれども、あれは迷惑。コンビニの駐車場でご飯食べてる人もいますからね。すんごい臭いです。まあ、そういう余談ですね。決まった場所で吸いましょうということですね。昔がまあ懐かしいですけどね。やっぱりどこでも吸えた。はい、懐かしいです。今はもう時代が違うんで。まあ、これ小物入れ。まあ、これはこのね、灰皿入れが未だに残ってるっていうのはな。まあ、次回、まあ、フルモデルしたらなくなるでしょう、これは。で、まあ、こう、お仕事する方にはオーバーヘッドシェルフ。これは便利ですね。まあ、エブリーワゴンにもありますけどね。で、積載性能。もう、やっぱりここを出してくるわけです。ここを。ね、ここを。で
てフラットね、ある程度フラット、パーフェクトではないですけど、これも当然敷きますからね、何かしらね。でエブリワゴンの場合はちょっとこう厚みが出てくるんですね。でも後ろだけでね2000あるわけですよ、もう余裕じゃないですか、うん、何するにしてももう完璧ですよここは。でここのこの上シートのとこ入れてもって感じですけど、もう今回気にしない、うん、もうなんせここ広い、最高。で一番前まで行けば 2.6 ですよ、これって8フィートの差を乗りますよねって感じなんですけど、気のせいですか。いいですねマジで、本当にこれも最大の魅力ですね。でこの開口部に関して言えば N 版の方が高いです。どうしても多分ここの車高がね高いからやと思うんですよね。ここが N 版の場合は500ぐらいやと思うんですよ。でエブリは650なんですよね、まあ、そうするとどうしてもここが狭くなるかなという感じですね。これは同じですね、はい。みかん箱69個、うーん、だからこの辺を言われるとねよくわからない実感はないんで。で安全装備、まあ、この辺安全装備ついてますよと、もうエブリワゴンと同じようなものがついてます。お仕事の車とはいえやはりこういうのは、ね、ありがたいですよね、はい。こちらも一緒ですね、快適装備、はい。村人こうでなくちゃ、お仕事の車こうでなくちゃ、パワーステ当たり前だろうって話ですね。でヒートシーター、これはありがたいですよね。やっぱり配送の方ってこう乗り降りとか多かったりするんですぐあったかいじゃないですか、シートヒーターの場合は。エアコンよりもこれありがたいです。パワーウィンドウ、今スマートキー、ジョインはやっぱりそうなんですね。でこちらも当然んユーティリティになってますね。でランプも LED ということでね、はい、こういうオプションでこういうのつけれますよと。ハンガー受け、これはいいかもしれないですね。まあ自分で作ればいいですけどね、エレクターパイプで。意外と高いでしょうしね。あ、これはエブリーワゴンを使い回してますね、これは、うん。スライドクローザー、これもありがたいでしょうね。はい、こういう感じで。と、まあ、こういう感じで、まあ、若干、ビッグマイナーってなっても、まあ、駆動系変わってるんで、まあ、ビッグマイナーなんでしょうけど、まあ、こんな感じでマイナーチェンジしましたよということですね。はい。まあ、やっぱり、今時ガソリンが高いので、燃費って大事だなと、僕は思います。こういってテコ入れがあると、やはりまたユーザー増えるし、やっぱ使いやすい、お仕事で使ってる方、本当多いと思います。なので、言っても、もう、N 版とか、軽貨物ですね。軽貨物よりも全然乗るので、やっぱり、このエンジンが、ケツの下にある車は。なので、その利点を生かしてですね、車中泊、お仕事等を使っていくと楽しいかなと思います。もう、やっぱり道具としてやっぱ最高ですよね。なのでですね、楽しい、軽バンライフを送っていただきたいなと思います。というわけで、今回は、エブリーワゴンのマイナーチェンジをちょろっと見ていきました。ぜひですね、またフルモデルしたらですね、もうちょっと乗ってみたいなと思います。エブリーはいい車ですよね、本当に。ではこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではバイバイ。